どうもカマです。ティンバーボーンシーズン6実況パート2やっていきましょう。おすいです。パッと見超激辛ラーメンに見えますけども、おすいです。ちょっとこの辺りもやしっぽく見、アップデート5が配信されまして、水の代わりにおすいが流れてくるというとんでもねえ更新が追加されました。まあ普通の川もねあるんですよ。ただこの川もたまに来る悪潮、もう未だに読み方よくわかんないけど、悪潮か悪潮、その期間が来ると全部、真っ赤な汚水に変わってしまうということで、水がカラッカラに乾いてしまう干ばつとはまた違った対策を求められます。でこの汚水の、この際にある土はですね、もう全部汚水が浸食して植物が育たないし、植物が仮に育ってたとしても速攻で枯れてしまうというね、危険度 A の土地に変わってしまうんですね。ただ一方で、この汚水をですね、有効活用することもできるというところも実はあったりするので、今回は汚水は、完全な敵じゃないんだよというところをね、この動画の中で皆さんにお見せしていきたいなと。で、俺見たことないんだけどね、見たいなと思っています。具体的にはこれですね。汚水ポンプ。もう名前がダイレクトすぎる。こいつを、使って汚水を汲み上げることができます。で、汲み上げた汚水を、この子にあるタンクですね。タンクに溜めることができるので、汚水をタンクに溜めて、それを使っていろいろやっていこうじゃないかというところです。はい。街もね、一通り最低限の設備は、備えたつもりでいるので、汚水を活用するというところですね、やっていきたいと思います。行きましょう。はい、汚水ポンプを作るためには金属ブロックが必要だということで、前回最後にこの製錬所を作りましたね。はい、今金属スクラップと丸太を入れて金属ブロックを作ってるところですが、動力が足りてないんだよね。なのでこれは水車を追加で作った方がいいね。今小さい水車2つ回しているが、大きい水車はいけますかね。あ、まだ研究ポイントが足りなくてアンドックできない。いいや、小さい水車、小型水車を回しましょう、また。はい、ここに。3つ目、追加。で、その一方でですね、その前回、汚水がここ流れてきた時に、まあ指を加えて見てるだけでしたが、干ばつが多分3回来た後に悪潮が来るということで、それまでの間に、汚水をこの村のそばの川に流さないように、制御をしていこうかな。治水工事をしていこうかなと思います。具体的に何をしていくかというと、まあこれ前回もちょろっと言ったんですけど、ここにね、まず水門をつけるんですよ。こうですね。で、ここにもつけます。こう。で、水門できたら、ここの障害物を壊す。うん。で、これで、普段はここの水門を開ける。開けっぱ。開けっぱにして、ここの水門を閉じとくと。そうなると普通に水はこっち流れていくよね。右側にね。で、悪潮がなって、汚水が流れてきたら、今度は逆に、こちらの水門を上げて、こちらを下げる。そうすることで、汚水はこっちには入っていけず、こちらに流れていくと。うん。で、しかも、こちらの方に、水門はありますから、これも上げておけば、ここと、ここの間の区間で水を溜めることができるという寸法です。はい。よくないですか？はい。水車できたね。三つ目完成。これで、100% 出てるね。うん。精錬所もバッチリでしょう。そうだ。で、先にですね、ちょっと、俺、普段、目の前のことしか考えてないけれども、ちょっと先を考えましょう。汚水ポンプを作るじゃないの？この後、金属ブロック出来上がったら。汚水ポンプで汲み上げた汚水をどう有効活用するかっていうところの話なんだけど、これですね。遠心分離器。こいつで危険な汚染水をろ過して利用可能な水にするということで、これが欲しいね。これをすると、なんか、水にするって言ってるけど、普通の水じゃないんですよ。なんか、汚水エキス的な感じのものがね、ほら、三角フラスコに入ってるでしょ。あれになるんで、それを使って、で、じゃあ今度何ができるのかというと、これですね。改良版繁殖ポット。これが欲しいな。これはなんとね、ビーバー、生まれるビーバーが子供じゃなくて大人が生まれるんだよね、きっとね。勤勉な大人のビーバーを生み出すって書いてあるからね。その、汚水エキスのパワーで、
大人、いきなり大人になるっていう、副作用が怖いけれどもね、そういうスーパーパワーをね、お水は持ってるんですよ、実はね。あ、でも待って、これ、あれだ、なんだっけ、あの、綺麗な板使うんだな。あの綺麗な板、確か大変じゃなかった、作るの。あー、これだ、木材加工所。松ヤニか。あー、まあ、まあ、できなくはないかな。とにかく、動力すげー使うな。動力使うとなると、やっぱり欲しいのはエンジンなんだよな。まあ、どこまでちょっと作れるかわからんけどね。うん。まあ、可能な限りやっていきましょうよ。ちょっと中くらいのタンクに水を蓄えたいですね。これ壊そう。小さいタンク。これを一つ破壊します。お、お、あ、戻ってくるんだ。素材が。15個の丸太のうち12個返ってくる。あ、でも返ってこないより全然マシ。オッケー、できた。でかいね、いいね。まあ、すごい溜まるからね。水300溜められる。ちっちゃいのは30だから10倍だよ。水門完成しましたね。はい。こっちは今閉じてますよね。閉じてるね。じゃあ、あとはこれを破壊。そうすれば、汚水対策は、とりあえず、OK な気がしている。どうかな？狭いかな？大丈夫か？ちょっともしかして狭くて、溢れちゃうかもしんないね。はい、来ますよ。次はまあ、干ばつ。あ、違う！悪鳥やってくるぞ、おい。あ、もしかして悪鳥がやってくるまでのサイクルみたいなやつの設定、3サイクルってもしかして一番初っ端だけ？これからはもしかして毎回来るかもね。あ、でもその方が嬉しいな、俺。うん。スリルがあって楽しいよ。よし、まもなく来るぞ。じゃあ一回ここをせき止めますね。まず一番後ろ側、ここをせき止めます。水がダプダプやってきます。で、ある程度こっちがパンパンになったら、ここも閉める。いいかな？閉めよう。よし。で、ここを解放。いいですね。そうするとこちら側に流れ始めると。さあ、これで、汚水が来たらどうなるかだ。あ、いいか。ここ。あ、あ、やっぱダメ？やっぱダメこれ。あ、まずいな。これこっち側まで来るぞ。汚水。いや、まだわからん。今、経路変えたばっかだから、ちょっとどうなるかわかんないですね。一旦ちょっとこれ様子を見ていいか？見ていいか？これ大丈夫か？これ。あー、ちょっと、来るんじゃないか？これ大丈夫か？あ、あ、あ、あー、来ます。来ます。あー、来ました。ラー油。ラー油か、お水かわかりませんが、来てしまいました。え、ちょっと待って。これ、あ、まずいか。まずいな。どうしようかな？ちょっと待って。こっち側に汚水来るぞ、これ。じゃあ、一回、もうせっかくだから、このまんま、汚水を受け入れてみましょうか。多分、ここら辺汚水ひたひたになって、多分大変なことになりますね。ビーバーも、汚水に侵されてしまって、悲惨な目に遭いそうな気がしますけれども、最初のうちにどういうことになるのかを見ておくのも、大事なんじゃないかな？身をもって知るのも大事だよね。うん。はい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 。来ました来ました来ました。あ、でも意外とこっちまで来ないこともないね。来てますね。はい、だいぶ来てますね。だいぶ来てますね。まあ、食料も水もね、とりあえずはあるから、そこそこいけるんじゃねえかな。そもそも給水ポンプはもう、あれだ。床下浸水、床上浸水かわかんないけど、しちゃって、全然もう動いてないんだよ。そもそもな。あー、もう枯れていきますよ。ちょっと収穫を優先しましょう。ね、これもうすぐ今枯れちゃうから、ほら、あと 0.1 日で死亡でしょ。あっという間だから。もう先にやった方がいい。あ、あ、お？落ち着いた？もしかしてこれ。お、落ち着いたっぽいな。最初だけやばかったけども、途中から落ち着く？もう、ひったひただけどね、ギリッギリ。おぉ、すごい、奇跡的なバランス。おぉ。いいじゃん。とりあえず、この悪鳥3日間あるから、その3日の間できることなんだろうな。何やっていこうかな。ビーバー今余ってるんだよね。ここら辺が動かないから。水車動かないからな。じゃあとりあえず先に汚水ポンプだけでも設置しておこうか。まず、アンドックをします。はい。よし。で、こいつを、
まあ、ここですよね。はい。設置。うわー、色やば。この色やばいでしょ。これはあれだね。もう、この給水ポンプにはフィルターがあるってことなんだろうね、きっとね。うん。効率は低いけれども、一応水は吸い上げてくれてるもんね。よっしゃ、汚水ポンプ完成だ。汚水を汲め。あ、もう汲んじゃったのか。たっぷり汲んであるんだね、きっと。うん、15入ってますね。じゃあそれを汚水タンクに貯蔵しましょうか。ここら辺に作りましょう、汚水タンク。あ、待って、ビーバーの体調不良だって。お前か。あー、やっぱり汚染されちゃうのか。このビーバーは汚水に使いすぎました。今は大丈夫ですが、数日中に病気になります。おっと。ウィトゥード、ウィトゥード病気になるのか、お前。どうなるんだろう。拡張終了、終了です。終了しました。さあ、これがしばらくの間まだ流れ続けるね。でこっから綺麗な水になってる。はいはいはい、そうだね。あー、いいねー。これ気持ちいいな。綺麗な水になっていくの。よし、こっち開けるよ。はい、開けました。でこっちも開けるか、ちょっと待ってね。こっちも開けましょう。よし、オッケー。でここ閉める。はい。ふぅ。さあ、これで、地面もね、綺麗になっていくね。そうだね。はいはい、動き始めた。いいよー。体調不良ビーバーは、汚水がなくなってももうやっぱダメなのか。こいつは、そのうちやべえことになるってことだね。だから、ここは結局、橋にすればいいんだよね。今、下にジャバジャバ行ってるけど。まあ、ただ、吊り橋作るのも、研究ポイントかかっちゃうから、ここは、こうやって、足場で。あ、ビーバーが中毒症にかかっただって。マジか。あーひどい顔なってる。うわー、かわいそう。かわいそうに。これどうすれば治るんだろう。時間経ったら治るのかな。そのまま死んじゃったりしない。医療ベッドはあるんだけどね、ここで寝るわけでもないんだな。今回薬もないからな。もう時間経つのを待つしかない感じだったりするのかな。で、あれだ。さっき、ここをちょっと溢れて、こっち側に汚水がなだれ込んじゃったので、ここに堤防を作りたいかな。堤防？そうだな。堤防を作って、あと、こいつの水門も今高さ1しかないから、1.5、2ぐらいまでの堤防を作りたいね。できればね、堤防、水門。二重水門か。あー、でもこの置き換えるにしても材料返ってくるのすごく嬉しいね。お、待って、気づいたら食料ないんだけど。うっそ。これがこのゲームの怖いとこだよ。コールナビとか、これ実ってません？あ、実ってるよね。これ早く早く収穫してあげて。つうかね、多分これね、間に合ってないんだよね。人手が。人手、ビーバー手が。農場もう一個作ろう。じゃなきゃこれダメだな。オッケー、よし、できた。とりあえずこれで汚水の溢れは防げそうな気はするけどね。ちょっとここが心配だね。まあ一旦いいや、一旦ここまでにしましょう。で、目下の心配は食料がやっぱりカツカツすぎる。カツカツすぎますね。これどうしたもんかな。ちょっと今何するにも本当時間が足りないので、今ここに与えられた農地でなんとかやりくりをしましょう。コールナビよりキャッサバの方が発酵を入れると効率がいいので、キャッサバに植え替えよう。あ、ここのちょっと空いてるところもこれキャッサバ畑にしましょう、まず。はい。で、今ここら辺のコールナビになってるところをキャッサバに植え替えよう。ちょっと地味ではあるけれども、一旦こういうことをして今はしのいでいきたい。あー、また3日で来るよ。悪鳥ですよね。そうですよね、3日で来るよね。いやー、ちょっと食料これ大丈夫かな。汚水に侵されてこの下半分多分全滅すると思うんだよね。さあ、高さ2まで今上げましたよ。どうだ？そうだ、こっちには行くよね。こっちには行く。あー、やっぱそこ溢れてくるよなー。そうなんだよなー。
そうだね。それは、あ、まあ、結構来る。結構来るな。ちょっと待って。これは想定外。そんな来るか。堤防もうちょっと作んなきゃダメなやつだね、これね。あ、そう。あー、いかん。これまた、ダメじゃん。うわうわ、そんなに来るの？いや、でも多分ね、多少はね、引くと思うんですよ。引いてくれると思うんだけどなー。どうかなー。ただでさ、今、食料不足だからさ、頼む。あ、引いたね、引いたね、引いたね。もっと引いて、もっと引い、もっと。あこっちは完璧だね。こっちは大丈夫。で、ここも、こっちの水も今のところ汚染はされていない。いないね。いないね。うん。っていうか、ビーバーの中毒症、これ、いつまで中毒症なの？治んないの？これ。治んないのかな？幸福度マイナス17なんて偉いことになってるんだけどさ。腹も減ってっからか。これどうなんの？あ、またビーバー体調不良になった。そうか、ここやってるからか。これ、ちょっと使っただけだけどダメなんですかね？ダメですか？ダメ？そうかい？じゃあいいや、ごめん。ちょっとここ一回諦めようか。あ、でもここだけやろ。ここだけ。こっちの二つは諦めよう。マジか。あー、飢え死にが出た。いやー、食料の減りってこんな激しかったか。やっぱりアップデートで変わってる気がするわ。こんなひどくなかった気がするけどな。だってビーバーまだ30匹ぐらいでしょ。こんなひどかったっけ。はーい。白鳥おしまい。あー。いやー。結構しんどかったねー。ていうか、食料がやばいな。汚水は割とそこそこコントロールできたかな。もうちょっとここに堤防を増やしてあげれば、ここの影響も完全になくすことはできそうだよね。畑の影響。はいいんだけど、飢え死にね、バンバン死んでるわ。これは畑をもう増やしていこう。ここにはブルーベリーあんだけど、ブルーベリーはちょっと、一旦、いや、必要なんだけどね。繁殖に必要なんだけど、一旦こうキャッサバを増やしたいな、やっぱりな。キャッサバしていこう。ここの水門ちょっと一回壊す。これを壊して、もっと遠くに、下流の方に作ろう。ここに作ろう。こう。もともとはここにあったんだけど、それをこっち側にします。で、ここ、一段低くなってるんですよね。うん。なので、ここをせき止めると、深さ2。って言っていいのかな？ここの高さまで溜まるのよ。そうなると、ここは浸水して、川になります。そのまま多分流れていって、ここの汚水に多分混ざっちゃうんだなきっと。あ、待てよ。で、汚水に混ざると、ここも高さ2まで来るから、あ、町は大丈夫だね。うちの村は大丈夫だけども、汚水範囲が結構広がっちゃうね。まあ、余裕があったら、ここにも水門作ってね。汚水と交わらないようにしてあげるといいかもしれない。この辺りか。っていうのは、ここをね、灌漑したいのよ。うん、水で満たして農地にしたい、ここも。できれば。そういうことをしたいんだなぁ。さあ、大量に飢え死にしたことで、食料がなんとか間に合うようになってきました。で、キャッサバもだいぶ増やしたからね。これで供給の方も増えるから、以前と同じぐらいのビーバーの数になっても大丈夫なんじゃないかなって思ってんだけどな。あー、3日後に来るか。ここの堤防もできれば作りたかったんだけどな。ちょっと建築作業員増やそう。4匹にする。で、労働時間も増やそう。22時間労働だ。ビーバーはね、労働こそ喜びっていう。はい、できました。ここの水門完成。一旦これで、新しい大きなダム。あ、待って、ダメか。やっぱここ塞がなきゃダメだ。こっち必要だ。ここに、ちょっとごめんね、暗くて見づらいけれども、ここにこれがないとダメか。水がどん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 こっちから流れていってしまって、せき止めができないよね。そうですよ。はい、そしてもう時間だ。時間がない。あと 0.2 日だよね。一旦ここ塞ぐしかないな。先にここを塞いじゃいます。塞ぐと、ここの水かさが増して、こっちが流れ込んでくるよね。来ましたね。来ましたね。はいはい。来ました。で、ここ流れてくる。で、まだここの水門が完成してない。もう間もなくなんだけどね。あ、よいしょ！ギリ！ギリ間に合った！やった！ちょっと待ってよ。こっ
ち側は結構タップンタップンだね。よし、いいね。ここもじゃあ、うん、閉じられてるか。閉じました。はい、いいですと。で、あとは、ここも閉じてあげればいいんだけれども、もうちょっと待ってね。もう、アクション始まってからでいいわ。始まった。よし、ここ閉じる。ここ閉じて、ここを開ける。で、できればここ、堤防完成させたかったけど、間に合わなかったかー。あー、今、作業始めちゃったけどさ、これまた危険だよね。こっちに来るぞ、きっと。一個ぐらいできれば嬉しいな、悪水が、汚水来る前に。あ、間に合わない、ダメだ。ちょっと一回、中止。停止停止停止。畑が一部、やられちゃうけど、もう仕方ないね。うん。まあでもこれでほら、見てください。ここの水門で、バッチリじゃない?ね。ほら、高さ、深さ2か。深さ2だね、ここね。そこまで、バッチリですよ。はい。ここちょっと侵食されてるね。やっぱこっちの方まで、堤防やんないとダメだね、全然。まあ、食料今回結構あるからね。どうかな。また微妙な気もしないでもないけども。はい。アクチョおしまい。ここをまず開ける。で、ここを開けるにしても、全開しちゃうとまたここの水がなくなっちゃって、灌漑ができなくなるんで、1.5 にしときゃいいのかな?こそ多分流れ出しません?ん?あ、そっか。こっちも開けなきゃいけないのか。ここも開けます。ドキャッと開ける。ここ閉めます。こうすると、こっから流れてって、ここは多分、そうだね、流れるよね。で、ここは、水は残りっぱになるはずだと。そうだね、ちょっと減るけどね、水位ね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。これで灌漑できる。はい。ああ、いいよ、いい感じ。ああ、いいね。キャッサバ畑。めちゃめちゃ実ってる。豊作、豊作。これだけあれば食料大丈夫でしょう。しばらくはね。うん。ちゃんとね、発酵したキャッサバ倉庫も作ったから、ここに。いやー、汚水よりも食料問題の方が、やばいね。よし、じゃあ、ちょっと最後にエンジン作るかな。エンジンがないと、俺が作りたい、この改良版繁殖ポットね。ここまで行くのが、きついので。木はね、割とあるんですよ。ほら、ここにオークをね、たくさん、実ってる、なってるんで。これがあれば、しばらくは大丈夫なんじゃないかな。こっちにもあるしね、いっぱいね。うん。一個ぐらいならいけるでしょう。というわけで、エンジンを、まずアンドック。はい。おー、久しぶり、エンジン。このあたりかな。作るか。もうね、汚水も並々と、タンクに溜まってるから。出番を待ってるからね。汚水エキスを作る出番を。よし、できたー久しぶりー。まだちょっと今使うものないから一旦止めておこう。うん。次回以降ここに、加工板作る木材加工所。これとかをね、隣接して建てていきましょう。さあ、というわけで今回は、汚水の流れをコントロールするっていうのをね、やりましたと。まあ、最終的にはね、ちょっと、ここの畑にかかっちゃったけども、いい感じにできたんじゃないかな?大目標としてはクリアできたんじゃないかね。うん。で、今またね、堤防をさらに拡張していますんで、次回はもう全然多分畑にかからずにいけんじゃないかな、と思います。で、あとはね、ここのダムをちょっと大きくしましたと。うん。で、ここもね、灌漑をしたので、畑として使うことができるようになりましたというね、今までシーズン1、2、3、4、5までやりました。そこのね、経験が生きているのかもしれません。はい、ということで今回はじゃあここまでにしましょう。次回は改良型繁殖ポット作りたいと思います。汚水エキスを使うよ。ということで、よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。